はい、星郎です。本日の動画はですね、舞台、熱海殺人事件ラストジェネレーション46に行ってきましたので、そのレポ動画になります。まず今回ですね、塚康平さんというですね、もうすでに亡くなられてるんですけれども、まあ、劇団の主催を取られてたような、まあ、脚本家、演出家の方のですね、まあ、原作をもとにもう何回もですね、再演されてるという、まあ、熱海殺人事件というものにですね、ラストジェネレーション46という、まあ、ちょっと今泉ゆいちゃんが、ズーミンがね、いるところにかけて46ってつけてるのかもしれないんですけれども、まあ、今回18時からの公演行ったんですけれども、尺としてはちょうど2時間ですね。たっぷり、まあ、舞台としては、どうだろう、よく舞台とか行くんですけども、まあ、1時間半弱の小劇団劇場とかが行くのが多いので、まあ、結構ね長く感じましたね、はい、すごいボリューミーで、さらになんでこのボリューミーかというとですね、もう全編ですね、もう脚本真っ黒なんじゃねえかというぐらいの文字数、しかももうキャストの皆さんも全員ですね、もうものすごい早口で、ものすごい量のセリフをですね、ずっともう、まくし立てるように喋り続ける。もう、血と汗が滲むような芝居なんですね。はい。その中に、ズーミン、おりまして、ズーミンはそのメインキャストの4名のうちの1人ですから、もう終始2時間もうほぼ出ずっぱりですね。はい。で、ズーミンもですね、こう、生き生きとやってた感じがしますね。ズーミンってよく、ショールームとかで見ると、こう、パフパフとかやったりするじゃないですか。なんかちょっと変な、なんだろうな。ちょっとした面白い変顔したりとかいろいろやるじゃないですか。まあ、ああいう感じも存分に、その芝居の中に入れられてまして、まあ、ズーミンが本当にね、ニコニコ生き生き全力でやってるシーン、たくさん入っておりますね。はい。で、まあ、ちょっとね、ズーミンに、焦点を当てますとですね、お客さん結構ね、みんなずっと笑ってたんですよ。ゲラゲラ。まあ、結構笑いを取りに来る芝居だったりするので、ズーミンもですね、欅坂のいじりがあったりですね、途中でですね、まあ、ズーミンの役柄っていうのは、主人公の、東京のね、警察の、まあ、ちょっと偉い人の、なんだろうな、あれ、相棒かつ愛人みたいな役どころなんですけれども、まあ、そこでその、主人公の、まあ、男性のね、偉い警察の人との、馴れ初めのシーンとかがあったりするんですけれども、そこで石田さんにね、お前、恋愛禁止の反動かとか言われながら、ちょっと会場がみんな笑うみたいなところがあったりですね。結構いいですよね。欅坂のこと知らないお客さんにも、やっぱりアイドルグループが恋愛禁止っていう情報は伝わりやすいですから、その辺はこう、なるべくファンにも配慮しつつ、一般の方にも受けるような、流度でね、そういう冗談混じりの、シーンが加えられてたり してましたね。まあ、あとですね、ズーミンのところに、着目しますと、結構丸顔いじりをされてたりですね。なんだ丸い顔しやがってみたいなことを言われて、ズーミンがぐーっとやってるシーンがあったりですね。まあ、あとですね、ズーミンのね、ちょっと写真集のね、ところなんかで、まあ、ちょっと世の中へのイメージがあるのかわかんないんですけれども、ちょっとズーミンのね、こう、お胸のね、サイズをいじられたりとかですね、もう結構もうぶっちゃけまくってるなと、なんていうのかな、欅坂で、ズーミンをですね、単押しして、しかもこう熱狂的に追っかけてた方にはですね、かなり衝撃的な内容だったんじゃないかなと、もう結構ね、遠慮なくいじられてる感じでしたね、ズーミンが。はい。まあ、あとはですね、これはファンにしかわかんないだろうと思ったんですけども、途中でですね、その、ズーミンの、まあ、恋人役というか、その、警察の偉い主人公の方がですね、急にズーミンのですね、ソロ曲を歌い出したりしてね、もうファン、あの瞬間はですね、こう会場にいるファンの人は、おーって声出してたんですけど、まあ、欅坂のファンだろうなっていう人たちは、おーって言ってたんですけど、まあ、ちょっとそこを、ズーミンの真横でね、ズーミンのソロ曲を歌っていじったりするとかですね、そういうシーンがありましたね。はい。という感じで。はい。でですね、塚康平さんのことをちょっと後で調べたんですね。もうほんと、ウィキペディアレベルなんですけども。この方はですね、口立てという演出方法を用いていたそうで、その脚本家が、まあ大体、半分ぐらいセリフを考えたら、もうその場で役者に演じさせて、本番仕立てで演じさせた上で出てきた、雰囲気を感じ取って、その残りの半分のセリフをさらに書き足していくという、稽古をしながらセリフをどんどん書き足していくという方法を取っておられたらしくてですね、なんとですね、この塚康平さんのファンの方っていうのは、要は初日と千秋楽
を抑えて、さらにその間もチケット取って見に行ったりすると。なんでかというと、その口立てという演出方法は、その公演期間中も常に実施されていくそうなんですよ。はい。舞台中でですね、キャストの方が、我々の芝居はその常に塗り替えられていくものなんで、明日も当日券発売するんで、ぜひこの芝居がどうなっていくか追っかけてほしいみたいなことを言ってたんですけども、ズーミンのことをですね、もう大好きでしょうがない人とかはですね、ぜひですね、まあ1公演2公演、まあ、複数見ろとは言いませんけども、公演日ごとにどんどん演出内容が変わっていきますので、この欅坂いじり、丸顔いじり、またお胸のいじりとかソロ曲いじりみたいなのがあったわけなんですけれども、これがまたね、どん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 多分客席の反応とかを見て、より受けたものとか、これもっと受けるんじゃないかっていうのをどんどんね、採用されていくと思いますので、ズーミン大ファンの方はぜひこの後の公演も見に行っていただけたらいいと思うんですね。当日券販売するって言ってるので、よろしければね、買ってみたらいかがでしょうか。はい。あと会場にはパネルもありまして、ちょっと星郎もリスナーさんと今回ね、交流する機会がありまして、リスナーさんと一緒にこうパネルの前でこうイエーイみたいな写真撮ったんですけど、またそこでね、写真撮ったりするのも、いい思い出になるんじゃないかと思いますね。はい。というわけで、今泉結衣ちゃんのですね、卒業後初舞台というところで、笑いあり涙ありというところでですね、ズーミンの渾身の全力演技をですね、ぜひ見ていただきたいですね。はい。というところで、レポ動画になります。はい、以上です。